皆さんこんにちは。北海道大学病院栄養管理部です。この動画では日々のお食事で生活習慣病や低栄養を予防したい、改善したい方に向けて栄養バランスを整える美味しく楽しいレシピをご紹介していきたいと思います。今回はフレイル予防をテーマとしたメニューの第2弾です。フレイル予防のキーワードは運動と、そして栄養です。中でも鍵となるのはタンパク質です。フレイルについては前回の動画タラの南蛮漬けをご覧ください。粒マスタードが食欲をそそる、タンパク質が豊富な鶏のマスタード焼きを紹介します。材料は2人分を用意しています。詳しい分量は画面をご覧ください。今回アスパラは冷凍を使います。時期によって生と冷凍を使い分けることをおすすめします。合わせ調味料を作ります。順番に入れていきます。そしてよく混ぜてください。鶏は火が通りやすいように開きます。また加熱により身が縮まないように包丁を数箇所入れます。それから塩、胡椒を振ります。耐熱容器などに鶏を並べ10分程度焼きます。後ほど付け合わせのアスパラも一緒に焼くのでスペースを空けておいてください。加減を見ながら焼いてください。鶏に合わせ調味料を塗ります。アスパラを並べ粉チーズとマヨネーズを合わせたソースを塗ります。表面に軽く焦げ目がつく程度まで再度焼きます。焼き上がったら鶏を食べやすい大きさに切ります。今回は3等分にしました。さらに鶏、アスパラを盛り付けます。今回は鶏で調理しましたが、他の肉や魚介にも合う合わせ調味料です。粉チーズとマヨネーズのソースはアスパラ以外に例えばかぼちゃにも合います。お試しください。それでは熊谷さん、試食をお願いします。それではいただきます。粒マスタードの酸味が効いて鶏肉とマッチして美味しいです。これなら魚など他の食材に変えても合いますね。それでは料理のおさらいです。今回は鶏のマスタード焼きを紹介しました。料理のポイントです。粒マスタードの酸味、糸かつおの旨味、青しその香りを使い減塩した料理に仕上げました。旨味が強くタンパク質が摂れる料理を紹介しました。今後も北大病院の美味しい健康ご飯を配信していきますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。